じゃあね、ガンダロー。気をつけてね、楽しんできて。朝から洗濯してくれてます。ベッドメイキング完了。朝ごはんです。いただきます。あ、さて、さて、部屋は電気工事が入って今大忙し、編集中。ザンダロチェックアウト、今から中華行きます。バジャジに乗りました。ドドマホテルに着きました。中華レストラン行きます。今からショッパーズに行ってお使いしてきます。バジャジに乗りました。ショッパーズまで4000周。ショッパーズに来ました。私がインターンをしてた時には完成間近で来てなかったので初めて来ました。サモサを買ってみました。いただきます。野菜美味しい。美味しい。ポテト入ってる。おお。中はこんな感じです。何でも揃う、広い。買い物終わったので帰ります。中華レストラン久しぶりに行きました。ちょっとメニュー変わったかな。前はもっとなんかすごい、ちょっと覚えてないや。こういう本だ。あ、ほんと。明日5時麻婆豆腐とチャーハン。いただきます。家着きます。ナッツ炒め。うまっ。特にこれうまっ。うん、美味しい。美味しい。麻婆豆腐。うん、麻婆豆腐。おお、うん、ちょっと辛い。辛い。美味しい。ちょっと辛くて、うん、あ、よかった。うん、美味しい。こっちがエビのなんか、いや、まあ、注文してないものが来てる。エビ美味しい。うん、いいな。ちょっとだけ生を感じます。回転寿司のエビの味がしました。お、ついに本音を言って。でも美味しいです、ソースが特に。ああ、最後はちゃんと、最後はよく言う。以上です。昔作ってたドライフルーツ、スーパーで買ってきました。いただきます。じゃあ何しよう。いただきます。うん、美味しい。なんか素材の味が生きてる。はい、多分この場所で俺と桃花初めて会いました。多分というか絶対だね。ここの部屋で約5年前に会ったのが初めてです。駅に来ました。ザンドロのお見送り。電車は今2時間遅れくらいです。ついに電車が来そうです。ザンドロまた会おう ね、 またね。次どこかの国で。そうだね、フランスかドイツか日本か他の国か。楽しみにしてます。今年か来年か。そうだね。何見せてほしい。味見はチェックみたいな。あ、味見、味見テイスト。おお、すごい、もう乗ってるじゃん人。結構いい電車かも。ちゃんとしてる。全然ちゃんとしてる。すごい。丹山鉄道とはえらい違いよ。ここレストランだ。ここレストラン。隣がレストラン。よかった。うん。今来た方向に電車が動き出しました。こっちなんだ。気をつけてね。まあじゃあ。あ、ちょっと臭いけど、でもインドより綺麗。うん。いいね、トイレ。飲めるのかな。あ、でもケニアの電車だからネットついてる。あ、すごい。思ったよりすごい綺麗でびっくり。うん、こんな感じのスリーピングシートになっています。
が4人部屋です。頑張ってね。気をつけてね、楽しんできて。また遊ぼう。バイバイ。とりあえず気をつけてね。うん、またね。スタッフいるから話しといて。またね。飛び出してる。落ちないで。俺のインドの時みたいな、ジャイサルメ。うん。バイバーイ。バイバーイ。帰ったかな。チャンドロ、またね。はい、ありがとう。楽しかったね、本当に。楽しかった。なんか寂しくなる。ここずっと一緒にいたから。ということで、寒いですが30分ぐらい、まあ、2人で話しながら歩いて帰ります。ホテル帰ってきました。これからの旅行はジャンドラがいなくて少し寂しいですが、2人で仲良く頑張ります。ボディ、今日はジャンドラとの最後の1日でした。またどこかで会いたいです。おやすみなさい。